今回は不登校の一致のお話を3本紹介します。1本目は2016年11月13日のスレです。小6からずっと不登校やったんやが質問あるか？何でも答えるで。そういえば学校行かなくなったのもちょうどこの時期やったな。20以下ならされ。なんでや？ドキュメンタリーに出てきそうだな。せやな。でもは語れるようなストーリーないわ。ずっとネットやってただけやし。今からドキュメンタリーにできそうな人生送ればいいんやで。せやな。ここから人生逆転すれば出れるんかな。あと数ヶ月我慢してせめて、小学校は卒業しといた方がよかったな。中学入れば新しい友達ができて、学校へ行く意欲も上がったかもしれんかったわ。今何歳なんだよ。どうせクソガキ。19やで。20以下ならよくあるパターンでしかないからな。1クラスに1人不登校児がいる状態らしいぞ。小学校から不登校ってのはなかなかいないんちゃう？小中不登校でも、進学すれば学校に通うようになるのが普通やと思ってたんやけどな。ワイみたいな小中高ずっと不登校ってのは、案外おるもんなんか？いくらでもいる。うん、普通。というか大抵小中くらいから。お前みたいなのなんてそこら辺にいるぞ。普通なんかな？安心したわ。普通とは？VIP にガキ以外の年代おるんか？中高生ばかりってイメージあるんやが。不登校のクソガキが、ネットではこうやって流行りに乗っかって、関西弁でスレを立てるんだな。わびさびを感じますな。小6で VIP 始めたのなら中堅くらいだな。出直してこい。不登校の理由、客観的に見た自分のキャラと容姿。友達とクラスが別になって、休み時間一人で入ることが多くなったからやで。不細工なんちゃう？自信なくなってるんごわい。俺のクラスにも小5から不登校のやついたな。いじめられてるわけでもないし、どっちかっていうと昼休みにみんなとサッカーしたりするようなやつだったんだけど、なんでだろ。家庭に問題があったんやろな。まあそんなの不登校のやつ全員に言えるが。自動うんこ製造機。俺の知り合いによるで、小4から不登校になって今中さん。高校で不登校から抜け出せるかどうかが、人生のターニングポイントになるんごね。小6からとか一生社会復帰できないんじゃないか。一理あるんご。社会性が致命的に欠落しとるからな。人付き合いができん限り、まともな人生取り返すのはむずいんご。来なかって勝手に上がるのか。行かずに高校に向けて自由に勉強したかったわ。学校に行かんかったら社交性が損なわれて、勉強ができる無能になるだけやで。学力よりコミュ力の方が重要やからな。一人でいるとき先生は声かけてくれないの？ずっと図書館で本読んどったからかな。誰も話しかけてくれんかって。俺なんて小4くらいから不登校だったからな。そうなん。まあ VIP には不登校児多そうやな。でも19か。フリースクールとか行ける年齢じゃないな。中学の時は学校の代わりに底営業売っとったで。週3で1日1時間ぐらいしかおらんかったけどな。俺の学校のオタクはリア充と兼用してるやつしかいない。経歴上は中卒か？いや、通信校行ってたから通信卒や。そこへも年1回ぐらいしか登校してなかったけどな。中卒は国で処分すべきやわ。ヒッキー、つっても男と女で扱いにさありすぎうち？女の場合、地冬みたいにチヤホヤされんのにな。地冬の喋り方叩かれてるが許してくれや。ワイもそうやが引きこもってると人との関わり方を学べんまま成長してまうからな。どういう言動が人の神経に触るかわからんのや。俺は小5の終わりから中3まで不登校だったけど高校は行ってた。何がきっかけで不登校になったん？友達とクラスが別になって、休み時間一人で入ることが多くなったからやで。でも不登校から抜け出せるかって、ほんま親にかかっているよな。体験談見てても復帰できたやつって、基本親のサポートのおかげやし。ワイは出席が足りず通信校にしか進学できんかったわ。で、ワイの高校は、年1回あるテストにさえ出や卒業できるからな。それ以外の日は登校する必要がなかったから、引きこもりがさらに加速していったわ。公認受けはよかった、くさくね。お？なんでや、公認取ったところで引きこもりになることは変わりないやん。どの道ヒッキーなんだから、時間と金の無駄。大体同じようなもんだけど、社会人になれてよかったわ。ま、それでうまくやっていけてるんか？すべからく何かから逃げ出す奴は総じてゴミ。すべからく定期。逃げたんやないで。あの頃のワイは学校へ行く意義を、全く理解できてなかったからな。行く必要がないと思ったから行かんかっただけや。女は仕方ないけど、男なら雑魚。甘えんな。こういうスレ何度もしつこく立ててまで構ってほしいとか、よっぽど寂しい人生送ってるんだろうな。ここで1本目のお話は終了です。2本目は2022年11月5日のスレです。5年間不登校だけど質問ある？ちな中3な。卒業までにはする予定や。なんで不登校になったんや。父親が小4の頃に肺炎で死んで、そっから夏休み来て流れで不登校。公認は取っとけよ。不細工か？顔評価してくれるやつおらんからわからん。自分から見たら普通やな。これからまともに生きるとしても、勉強が遅れてるから再起不可能なんよな。わいやん、高校通信のとこ入れてもらって。なんとか生き延びたぜ。今引きこもり16年目ぐらいやけどな。学校が全てだと思わない方がいい。あと25になってから死んだ方がいいぞ。人生の半分以上の経験は25まででする事になるから。強迫性障害とか精神病いろいろ持ってるかもやから。25までは辛すぎて無理やわ。ナイフももう買ってあるし、準備はできてるからな。精神病は辛いわな。まあ親族にはそれとなく言っておけよ。
行動してからだとそれはそれで面倒くさいから。前に強迫性障害かもって母親に言っても何もなかったやで。母親も親父さんのこととかで精一杯だったのかもしれないし、もう一回言ってみ。いなくなられるのはかなり辛いから。あと周りの人間だけが全てではないから一回外出てみ。父親は小4の頃にすでに言ってるで。クズやったし泣かんかったわ。母親は最近学校行けとも言ってこなくなったな。外出たら楽しいんやろうけど出るまでが遠いわ。質問などない。そのまま不登校を続けてなさい。終わり。学校行かなくてもええけど外には出とけ。外はもう散髪とかでしか出てないな。今はエレン並みに髪伸びてるわ。人生中途半端に有能より、ガチの無能の方が生きやすいで。周り見れる有能は気をやむけど、周り見えない無能は死ぬまで笑顔や。無能になりたいけどどれも中途半端やな。前まで家で毎日勉強してたのに、もう3日に1度くらいまで頻度減ってるし。唯一の楽しみやったシャワーも、すぐのぼせるようになってから嫌いになったしな。生涯引きこもって、髪の毛もヒゲも脇毛も10メートルぐらい伸ばして、海を遊泳してほしい。どこら住まいや？都会か田んぼがある田舎か。福岡や。農業手伝うとかできないのかな。都会みたいなところやし、そもそも親リモアだからな。散髪のために外に出られる精神状態のうちに、早く精神病院に行った方が良いよ。本当に外に出られないほど悪化したら、精神病院なんてハードル高すぎていけなくなる。それに未成年のうちに精神病の診断が出たら、障害者年金だからもらいやすくなるらしいから、最悪引きこもりのままでも生きていける。ここで2本目のお話は終了です。3本目は2020年12月21日のスレです。不登校だけど質問ある？2年間教室に行ってない。何年生？13。卒業した後はどうする？一応通信制の高校は受かったから行くつもり。だけど中学も行けばよかったと毎日後悔するんや。時を戻そうなんて都合よくいかないので、いつまでも悔やんでいても仕方ない。過ぎたことはもう過去の出来事。これからのことを考えていけばいい。そして、また後悔することがないように、何か決断が必要な時によく考えることだね。前を向いて頑張ってね。腐って足を止めない限り、少しずつでもきっと良い方向に向かっていくよ。自分、中1の秋中2の冬まで不登校だった。普通に全日制普通科行って、大学行って国家資格取って、結婚して、本当に普通に生きてる。しんどかったけど、高校に入った頃から自由も増えてだんだん楽になった。今30半ばだけど、今でも中学行ってたらと思う時があるよ。でもあの時の自分には無理だったこともわかる。高校からやり直そうと思ってるけど、もう普通の学校に行けない事実が突きつけられて辛い。ちゃんと校舎があって、教室と職員室がある普通の学校が行きたかったんだ。陰キャでも友達霊でもいいから普通に学校生活をしたかった。1年前担任から教室入ろう言われじ、拒否ったのものすごく後悔してるわ。暗示行けばまだ間に合ったと毎日夢で見る。今からじゃもう遅いって絶望感が日に日に増すんだ。いきなり教室は無理だよな。周囲の視線が痛いし怖いし、相談室とか保健室とか、もうちょっと段階を踏めるといいのにね。通信じゃなくて定時は考えていない。それか環境や経済的に行けるなら、成績悪くても行ける私立。意外と同じような子がいる。毎日外に出る習慣と、先生や仲間とのつながりが支えになる。不登校仲間で通信のやつもいたけど、結局スクーリングに行けず外に出るタイミングを逃してしまったやつがいた。自分の復帰時は相談室登校だった。そこの先生といっても教員免許のない普通の主婦だったが、自分が後悔を口にして泣くと気づいた時が始まりだよ。大丈夫といつも言ってくれたよ。リッチが今始まりにいるんだ。通信でも定時でもどこでも、自分のために、応援してくれる人のために、もう一度頑張って最後までやりきることが大事。それがリッチの自信になる。これから生きていく上で自分は不登校だったけどこれをやりきったということが支えになるからな。ありがとう。自分は逆に相談室登校から脱出できなかったパターン。定時や私立も考えたけど、遠いし親が頭悪いところは拒否るからやめた。でも受かったからとりあえず頑張って3年間は通ってみるわ。自分相談室登校から脱出できたのは相談室登校を始めて1年後、ちょうど今頃。友達はいないし、机は他のやつの荷物置き場になっててな。クソ寒いのに冷や汗かきながら、半泣きで過ごしたのを今でも覚えている。自分の中学にも元不登校の先生がいたし、大学で出会った友達もで元不登校だったが教師になったやつもいる。福祉系の大学に行ったんだが、元不登校は他にもいたよ。一応、辛いことや怖いこともあるだろう。休憩してもよい、ただ折れずに踏ん張れ。まあ学校は社会の縮図っていうじゃん。そのたかだか3年がやり遂げられないんだから、移行通信やろうがどうせ世間で通用しないと思うよ。その心配もあるけど、担任が不登校だったらしくて、頑張って教師になったから大丈夫だとは言ってくれた。まあそんな事例本の一部だとは思うけどね。とりあえず筋トレはしろよ。東京に行ってコーヒー飲んでこい。ここで全てのお話は終了です。不登校でもいつか外に出て人生を謳歌できたらいいですね。